おはようございます。おはようございます。本日は3月18日土曜日。あ、ちょっと待って。え？どうも皆様、こんばんは。寝ぼけてんすか？はい、3月18日土曜日。今日は東京都マスターズ。まずは東京都マスターズですね。朝7時3分。はい。7時3分、開門8時なんですけど、8時3分に来て、大体これぐらいの順番に並んでおります。はい、いや今日ついにね、200m 個人メドレー泳ぎます。タックスダービー、はい、辰巳国際水泳場が閉まるのとともに、僕の今世における200m 個人メドレーも終わりと。もし来世もう一度人間に生まれ変わってまた競泳選手をやることになったら、その時もう一回200の50メートルやるかもしれないっていうね。はい、今日は午前中に200の個人メドレーを用意で、それ終わったら、習志野の、千葉国際の方に移動してフィンスイミングのジャパンオープンに出ます。はい、はしごします。イエーイ、今日よろしくお願いします。お世話になってるアリーナのショップの方からバインダーもらっちゃった。ラッキー。いやー、すごい人の数です。ジュニアの記録会かっていうぐらい人いっぱいいます。両面で公式スタート練習やっても結構人並んでる感じですね。いやー、ついに始まりますよ。緊張する緊張する。隣がそばちゃんと山崎くんということで、学生時代何度も一緒に泳いだ人たちと挟まれてね、楽しく泳いでいきたいと思います。コーナー2個目な。いやー、この並びこの並びは僕にとっての青春時代ですよ。うまく引っ張ってもらって、ドリームマッチ。永明新記録のお知らせをいたします。ただいま第3レーンを泳ぎました滝越さんの記録2分6秒12は40タイトルの日本新記録でございます。永明同じく24組の競技を行います。
高島君、何があったのかな。どうしたのかな。ラスト、お疲れ様。ラスト、いやーすいやー、お疲れ様でした。最終組25組の競技を行います。今できるぴったりの配分はしたと思います。辰巳とあの200の個人メドレーにありがとうって思いながら泳ぎました。意外にやってみて楽しかったけど、もうやんないっす。アクアティクスセンターこんにちはしないですか。しないですね。しないですね。あとあの今回これなんだっけ、アクアコースなんだっけ、うわ、新しい水着買ったんですよ。はいはい、アクアフォース X かな、この MF ってやつ買ったんですけど、これやばい、浮く、良さそう、めちゃめちゃ浮く、びっくりするぐらい浮くし、動きの邪魔しないし、なんかステマみたいだけど、ちゃんとこれ自分で買ってるんで、これめっちゃいい、これめっちゃいい、中真っ赤だもんね。おすすめ。柔らかい、柔らかい方、柔らかい方、硬い方はね、個人的にはもうおすすめしないです。MF 上がった時なんか全部水弾いてたもん、プールから上がった時。めっちゃいい、おすすめ。ういー、ではこれから習志野に移動して、今度フィンのレースです。移動、行ってみましょう。というわけで会場移動してきまして、これからフィンスイミングのジャパンオープンです。はい、今日は 50m の B フィンですね、自分のメイン種目やっていきます。日本選手権の前の長水路でレース形式で泳げる最後の機会になりますんで、ちょっと午前中正直 250m で泳いでちょっと体ほてってるんですけど、ほてってるし疲れてるんですけど、まあ、どれぐらいねやれるかっていうのをしっかりやっていきたいと思います。会場ではもうウォーミングアップ始まってますけど、僕はもうウォーミングアップ済んでるんで、もうアップはしません。レース始まる前にちょっと軽くね、こっちのサブプールの方で軽く使って感触だけチェックしようかなっていう感じで、もうちょっとウォームアップはいらない感じですね。はい、じゃあレース頑張っていきたいと思います。行ってみよう。はい、初日お疲れ様でした。いやー、しんどかったね。いや、しんどかった。もう 25m、30m くらいからもうすでにしんどかったですね。はい、で、粘りの勝負になるとちょっともう僕と亮太の関係だと僕に勝ち目はないので、いやー、ちょっとしんどかったね。まあ、亮太も200のクマスビーフィンという種目に出た後の50ビーフィンだったんで、しんどそうだったんで、お互い泥沼の競ってる風に見せかけて、ただお互い浮いてるだけっていうね、ただお互い疲れてバテてるだけっていう、そういう状態の50メートルクマスビーフィンでしたけれども、いや、もうちょっとねタイム出したかったけどね、まあでもしょうがないですね。はい、ちょっとこっからまた5月までちゃんとプラン練り直して練習していかないといけないかなっていう感じでした。はい、今日はもう疲れた、疲れた。明日頑張りましょう。おやすみなさい。あ、そうそう、いつもあの YouTube 見てます。ありがとうございます。あ、そこ、おはよう。もういいでしょう。おはようございます。2日目です。アブちゃん、おはよう。おはようございます。似てるの。
最後の東京都マスターズチームメイトたちのおかげでなんと順番待ち一番手で構えております。2日目もなかなか人が多いですね。めっちゃ並んでます。今日ももう両面で公式スタート練習やってるんで、またなんかジュニアの大会みたいな感じになってますね。今日はシグマの150-600 超望遠ズームレンズ持ってきてるんで、今日はこれでみんなの写真しっかり撮っていきたいと思います。レースも頑張るよ。はい、どうぞ。あれ、はい、はい、何でしょう。羊を数えろと。いや、いい、数えなくて。おはようございます、水中関係者です。今日、昨日の50、100と全力でやりすぎたら膝をちょっと壊しまして、今日は200棄権しようと思います。え、マジで？マジで、マジで痛い。飛んだらもうポギって言って蹴れない。本当に痛い。半月板かもって言われて今。昨日早かったね。昨日までもう使い果たしちゃったんですよ。意外と泳げるってことが分かったんで。さすが天才。これで1年間エバリ腐ってようと思って。じゃあ今日何すんの？今日はメドレーは仕方なく出るんで、メドレーで飛ばないバックを。あ、なるほど。はい、やろうと思う。やらせてもらうと無理です、他は。お大事に。ありがとうございます。600mm だとだいたいこれぐらいまで寄れるんで、それでチームメートだけじゃなく水泳で知り合ったお友達たちの写真もビシバシ撮っていきます。疲れた。俺このリレーマジでさっき聞かされるまでマジで知らんかった。え？入ってるの分かってなかった。メドレーリレーで背泳ぎ泳ぎます。勝負だ。1の1A2 振りまだ泳ぎ終わったところです。この満身創痍の森田君に僕は背泳ぎで挑みます。勝負だ。同じく13組の競技を行います。あ、だいぶタッチ流れた。大丈夫かな。いやー、最後の辰巳のレース飛び込んだ瞬間にゴーグル全部外れて、カベットを持って手を出したら近いところに壁がありまして、見事手を、まあ、捻挫って言ったらいいのかな、してしまいました。氷もらってきました。いやー、思い返せばね、辰巳国際水泳場で初めてレースをした時はクロールのフリップターンを思いっきり失敗して足を滑らせ、それからしばらくの間ですね、
辰巳でレースをするたびにターンで足を滑らせ、辰巳のレースが近づいてくるとどんなに調子が悪くてもお腹を壊すというね、それぐらい僕にとってトラウマだった辰巳のプールですけれども、最後は最後できっちり怪我をするというね始まりと終わりはとてもビターな感じでこの辰巳国際水泳場との関係性を多分僕は生涯忘れることはないと思いますというわけで、次回は日本選手権です指は動くので折れてないと思います、はい。何があったのかと言いますと、飛び込んだ時にゴーグル両方とももう外れちゃって、で何も、まあ、見えてなかったんですけど、壁って思ってタッチしたら思ったより手前に壁があって手ぐにゃりまして、そうタイムの確認する余裕がないぐらい手痛かったんですけどなんで今こういう状態になってます、はい、指は動いたんで折れてないと思うんで大丈夫だと思いますこっちも出し。